日本中部地方長野県長野市第三地区大技、敦賀権道町。権道町は長野県長野市中心街にある地区。大技敦賀に属する町であるが、住所表示の際は大技敦賀は省かれることが多く、郵便番号も単独で与えられている。町内では1丁目、2丁目、などといった、証区分も用いられているが、住所表示に用いられるものではない。 周辺の東五町、上地と西町、田町などの一部も含めて権道とくくられることもある。善光寺の南に広がる長野県随一の繁華街、観楽街である。長野市街地のほぼ中央部東寄りに位置する。町域は中央通りと長野大通り、緑町通りとの間を結ぶ権道通りを軸に広がっている。権道の名の起こりは定まった説はないが、1602年の 川中島四郡県地打立町には、近藤村の名が見えるため、中世以前には遡りうると考えられている。また、出雲国風土器に近藤が、玄道と記されていることから、古代に善光寺がこの地にあったことに由来するとの説もある。1642年の善光寺消失の際、近藤村内の王城院を仮堂としたため、近藤の名がついたとの伝説があるが、 これはゴンドウ村の友情やがその起源を正当化するために作られたものだとされる。江戸時代には、善光寺町のうち、幕府領、ゴンドウ村となる。その後は、善光寺表参道、北国街道沿いに位置することもあって、善光寺参りの精進落としの花町として、江戸時代から現在に至るまで栄え、近年では、市街地区江化の影響もあるとはいえ、 長野県内随一の繁華街として賑わいを見せている。いわゆる夜の街として栄えているが、メインストリートのゴンドウアーケードについては、一般商店や大型スーパーが軒を連ねており、昼間も買い物客で賑わっている。地区内の人口及び世帯数は454世帯764人。ゴンド通り、編集ゴンドー,ーケード、ゴンドー,ーケード内部、ゴンドー,ーケード、 または、ゴン商店街は、ゴン町を東西に貫くメインストリート。1日、約2万5千人が行き交う。ただし、現在のようなメインストリートとなったのは昭和に、入ってからで、それまでは、表ゴン通り、裏ゴン通りを中心に栄えていた。1913年までは、表参道と北国街道との間がつながっていなかったため、 表参道から権道町への出入りには、琴平ら通りが使われていた。1961年に、長野県下で初めてアーケードが設置された。その後老朽化により、二代目となるアーケードが1995年に完成した。二代目のアーケードは、開閉式であり、晴天時には屋根を開くことができる。長野七夕祭りの際には、 各商店や会社が制作した巨大な七夕飾りがアーケードの屋根に吊るされる。アーケードを要するゴンド商店街のシンボルは街に伝わる勢い自死であり、アーケードのそこここに獅子がデザインされているほか、アーケード当たんの秋葉神社境内に獅子頭の大きな銅像が置かれている。前線歩行者専用道路であり、自動車の通行は減速できない。生誕は中央通り。 東端は、緑町通りで、そのまま、西鶴ヶ町方面へとつながる。沿道琴平通り、中劇通り、編集合同アーケードの南に並行する通りは、むね上地と町通り交点を境に、西を琴平通り、東を中劇通りと呼ぶ。琴平通りは1981年まで合同、工事と呼ばれており、1913年までは、 表参道に接続していなかった愛用町通りに変わって権道の表玄関となっていた。名称は通りの途中にある琴平社に由来する。中劇通りの名は通りの途中にあった映画館長野東方中劇に由来する。どちらの通りも西行き一方通行である。西端は中央通り。東端は長野通りで、そのまま緑横町へとつながる。 沿道セントラルスクウェア表参道長野、オリンピックメモリアルパーク中央通り、長野大通りについては、格好三章。表近道通り、編集中央通りの東に並行する通りは表、近道通りと呼ばれる。旧北国街道である、インターロッキング時期で、北に向かって緩やかな上り坂になっている。北端は、市道で、そのまま、東町方面へとつながる。 南端は、琴平通りである。沿道裏ゴ道通り、上千歳町通り、編集表ゴ道通りの東に並行する通りは、概ね琴平通りを境に、北を、裏ゴ道通り、または、流通り、南を上千歳町通りと呼ぶ。裏ゴ道通りは、長野市で初めてネオン街灯が設置された通りである。赤色のインターロッキング時期で、北に向かって緩やかな上り坂になっている。 南行き一方通行である。北端は市道でそのまま東町方面へとつながる。南端は国道19号昭和通りでそのまま千歳町通りへとつながる。沿道秋葉横町、花焼き通り、編集裏近道通りの秋葉横町は北端が西方に屈折している。秋葉横町は石畳の狭い工事である。北西端は 秋葉通りで、そのまま、長野大通り方面にへとつながる。南端は指導である。沿道秋葉通り、編集秋葉神社境内の生端を通る通りは、秋葉通りと呼ばれる。北端は、指導で、そのまま三田町方面にへとつながる。南端は、近道通りである。沿道近道町は、八坂神社五祭霊で、屋台巡行をする五祭霊町二十町の一つである。 1914年に五歳霊長に加わり、戦後は常に巡行の先頭に立つ。1913年政作の上段が踊り屋台、下段が林という二階建ての屋台を引く。勢い自死は明治4年に長野県の誕生を祝して始まった四姉妹。市の指定向け民族文化財である。3 0ラム以上ある。 大きな獅子頭による暴れ獅子で、八坂神社五祭礼の際に、屋台巡行と合わせて回れるほか、善光寺五会長などの際にも回れる。桜枝町、松代町松代伊勢町、篠の内堀、篠の石場沢などにも、権道から派生した勢い獅子が伝わる。風俗店が多いことから、客引き行為が頻繁に行われている。これに対し長野中央警察署は、2007年に、 発足した長野市中心商店街、環境健全化協議会とともに、長野市繁華街クリーンアップ作戦を実施。2008年上半期には、風俗営業法違反で12店舗36件を行政処分した。これは、長野県内の全処分数の1、3地回。さらに2008年10月1日には、長野県迷惑防止条例が改正され、 客引き行為の規制が強まっている。こうした客引き規制の強化から逃れる形で、町内の無料案内書の数は、条例改正後4倍近く増加しているという。また、殺人事件や連続放火事件など凶悪犯罪も発生している。ことから、ゴ堂商店街共同組合は2008年、ゴ堂アーケード22台の防犯カメラを約500メートルおきに設置した。 行動に防犯カメラが設置されるのは長野市内で初めてである。長野電鉄ゴン駅入口長野大通りの地下に長野電鉄長野線が走っている。ゴン駅は長野電鉄本社前にあり、A 特急、B 特急とも止まる主要駅となっている。長野大通りに常電バス、中央通りにアルピコ交通が走っている。どちらも、 各社の路線系統の大部分が集中する感染である。ありがとうございます。